はーい、というわけで結構久しぶりの収録になります。ギャラクッパーをやっつけるためにね、クッパ城に乗り込むことになります。で、じゃあどうやってクッパ城に行くんだろうとなった時に、まあ前回なんかもう言ってましたけどね、答え。 じゃあ山に行くための手段として、竜がいたような気がしますね。やあ、何？クッパ城が豆入り王国を襲っている？そう、このプスラノドンですね。山にね、ひとっ飛びですよ。こいつがいれば。ということは、こいつで豆小路が乗り込んだ？それがただごじゃないドラ。よっしゃ、俺らに捕まるドラ。クッパ城に乗り込むドラということで、まさかのここにね、移動手段です。行きましょう。さあ、最後のダンジョンといえるクッパ城に、今から乗り込みます。特にバリアもないんだね。ありがちな。ははははは、炎は入っとるがな。来たかー。ラストダンジョン、正真正銘の、マリオ RPG の、正真正銘ラストダンジョン、クッパ城です。まあ、ゲラクッパ城なんですけどね。行きましょう。うわ、あれ？ははは。そうか、クッパ城やでね。まあ、もうクッパ様やとは思うわな。何しとんだ！ ムーチョ！これは間違いなくムーチョ。お前なんて言うの名前。ロングムーチョ。確かに。わ かりやすいロングムーチョという名前はありがとう。ABBA いきます。はい。よっと、えい、えいっしょ、ねんとた、ダーン、510人一人出した、アップダウン。うん、やっぱりこういう感じで進んでいくのか。さあ、行きましょうか。待って、これスピンジャンプ、うお、なんか来てんね。なんかいるな。ロングムーチョ。ロングチムーチョ。それはちょっとあからさますぎる。はあ、いる、ハンマーブロスもいるよ、ここに。ハンマーブロスいますね。うん、もうこうなったらもうやることはただ一つ。BBB だけです。 やることは B と B と B。 はい、 B。 ちょっと上失礼しまーっと。 テイさん、テレサもここにいるんだよ。やっぱクッパ軍団ではあるからな。テレサ、これ多分ね、ジャンプとか効かなさそうなんだよね。ちょ、待って。あ、射的キラー。え？ キラーって飛ぶだけじゃなくてさ、自分で狙うことできるんだ。射的キラー。多分だけど、ズルイジのさ、ジャンプ効かないよね。どうやったら効くんだろう。じゃあ、射的キラーはちょっとさよなら。はい、エネだ。いけー、いけー。あ、当たるけど、どういうこと？どういうこと？ HP が、HP がちょっと今低すぎなかった。 HP 今いくつだお前。18ぐらいだったような気がするんだけど。ゴールデンキルのことは何事か。うわ、ありますね、セーブロック。そしてこれありますよ、何かが。 ん？何？来たー、イギー！ イギー来ちゃったかー。そう、このクッパ城。クッパ7人衆が、すべて中ボスになっちゃうんですね。まあ、ゲラクッパの手下ということなのか、それともクッパ様だったのか。ああ、これでクッパのとこまで行けと。ああ、もう反転のことを理解してれば大丈夫です。で、あ、炎に当たらないように行くのか。あ、いざ避けようとすると難しいな。あ、行けたわ。待ってね。反転せずに。熱っ！さあ、着きました。 な、反転のことをちょっと理解するとできるんでね。まあ、小学生の時僕これも積んでたような気がしないもない。さあ、行きましょうか。クッパ7人衆1人目。イギー。めちゃくちゃにしてあげるよー。何？あ！ステータスだ！ステータスが変わった！やばい、ルイージがアタック55しかねえ。これだとさ、いつものやつできないね。イギー、なかなか考えたな、それは。いつも自分がさ、初手無双してるもんね。それができないんだ。え、こんなんしたっけ？とりあえずでも攻めては見るか。マリオ主体で行ってほしいから、ノックバックブラスで行きます。これならマリオ主体の、マリオの攻撃は変わってない。
はい。あ、声出てる。声出るようになったんだ。マリオ主体の攻撃なら、そこそこ出るね。ルイージ主体の攻撃だと出ないけど。376体で、はい、カンカン。もうカンカン、マリオ主体の攻撃、チョッパーバース。終わらせてさ、あれ、終わっちゃいそう。なんか、あれ、なんかもしかして、いいの攻撃見ず、やっぱり終わるんですか。え、そんな実況あっていいんですか。あ、これは間違いない。あうん、そのね、あのね、実況的に考えてくれ。もうそろそろ実況的に理解してくれ。それじゃあかんと思う。まあ、コクッパな人種には罪ないんだよな、よく考えたら。ゲラクッパに操られてたんだもん、だって。ゲラクッパに操られてんのか、それとも、ね、クッパが、だと思ったのか。これだけは本当になんかさ、コクッパな人種があまりにもちょっと、かわいそうにしか見えん、俺は。ほら！なんかロングムーチョがずっと吐いてる。トゲの床もある。おい。ロングムーチョ、ちょ待って、カメックカメック、青がいるわ。はい。カメックもちゃんといるんだもん。なんかこれさ、どういう扱いなんだろうな、これって。初代も思ったけど。クッパールダ軍団 RPG はその後付けだからどうなってるんだろうね。それでもしかしたらわかるかもしんないね。ちょっとあっちの方がすごい気になってきたわ、なんか。あれもね、ちょっとね、ちゃんと完結させたいなとは思うんですよ。ちょっと、あ、いや、ちょっと、ボイスついてる。さあ、この部屋にやってきたんですけど、ここにはですね、モートン、ここ来る無理。ボイス確かこんなんつかなかったよね。マリオカートで有名だったモートン。うおー、あお、はい、はい、行こう。さあ、モートンどんな技を使っていくんだ。あ、強さ変えないってことはちょっとイギーはね、やっぱ愉快犯なんでああいうことができたけど、モートンは多分肉体派タイプなんだろうな。なるほど、そういうことですか。これもしかしたらもしかするんですよね、実は。こっちはあれだっけ？そうだよね。じゃあ、やってみます？もしかしたらもしかします、これはもしかしたら。いくぜ！はい！エイルだ！いくぜー！はーい！はい！はい！はい！もっともっと！はい、もっともっと！もっともっと！もっともっと！A を押して最後のみー！642、カンカンになった。そりゃカンカンにもなるだろ。はい、じゃあ、まさか、待って、ファイヤー吸収して、するってことあるかな。ありそう。ありそうだな、ファイヤー吸収。ファイヤーブルースでやろうかなと思ったけどさ、コクッパ集団に炎が効かなさそうなんだよね。じゃあ、ルイージー依存のスイングブロスあたりで終わりそう。じゃあ行きます。はい、レッツゴー。まあ、バレ、このぐらいこのぐらい400、ちょ、460はあかんって、ああかんと。ちょっと、コクッパ軍団、今のところいいところないな。それはもうとも泣きたくなるやろ、これは。ちょ、ストーリーを、もうね、えらいフォースつけた時点で俺の未来は変わっていたのかもしれないですね、ある意味。それは知らなかった。なんかね、勝手にこの2つつけてたらね、強かったんですよ。多分、実況でも多分俺探したけど、見たことないね、この装備は。なので多分、マリオ&ルイージ RPG をやってる人では、近畿だったんじゃないかなと、今更ながら思います。来ましたね。コクッパな、3人目レミー、先は行かせねえぞ。わ、なんかイギーも見たやつ。あ、よ、そうか。そうか、レミーは分身するんだっけ。あ、なるほど。4分の1引けと言うこと。ようやく当たったわ。多分カットされてるから、そのあたり面白い。あ、これはまさか、いや、分身作った。おー、なるほどねー。それは本体のうちわかるな。はー、本体のうちわかっちゃった。なんでお前は見ましたんだよ。本体のうちは分かっちゃったんだけどさ、構わんもん、やんなもん。本体の位置分かんなくても、まとめて吹き飛ばせばいいじゃない。いやー、
はっはっ、みんなカンカンになってる。はいはい、作る。お、早くなった。まあ場所わかるんだけど、場所俺分かってんだけどさ、まさかの、まとめて置きますわ、いいんじゃん、そういうのって。あー、でもマリオは範囲攻撃ないんだったな。本体にやってもいいけどさ、俺見えてたよさっき。まあ普通に見えてたんだよなーと思って。ファイヤーブロス効かないよな。スイングブロスしても意味ないしな。まあいいか。じゃあ君でしょ本体、見えてたよ。ここまで言っといて、外したらちょっと恥ずかしい。せーの、オーラーン。さあ本物かどうかこれでわかる。ごめんなさーい。いやあれぐらい、まあ、初めの現実ぐらい回ってくれよ。戦闘中疲れたのかお前。こうするとパックが成長する。あ、で水分が嫌いだから沈んでくってわけか。なるほどね。さあこのブロック2つを叩くと、はいはいはい、あれこっちは、じゃあ、あ、そう。さあコクッパ7人衆、折り返しですね。さあどなただ折り返しに来るのは。ルドウィック、ふん、小賢しい。あ、なに、おお、よかったわ。長かったよルドウィック。あれ、ルドウィックどこ行ったの。あんだけ長い試合やったんだけど俺。割と5分ぐらいマジでかかってたんだけど、どうしてくれんの。何お前の思考が読めない。言っておく、私は手強いぞ。うん、はじめから全力だからな。ほう、早いね。何、やばい、ちょっと待って、うわっ、ちょっと待って待って待って、うわっ、ごめんなさい。よし。いや、ルドウィックすげえわ、お前。初めから全力すぎたね。はい。はい。はい。エアイフォースっていうのは、僕もクラウドダメージ増えますからね、当然。だから、今のはもう完全に負けてたわ。よしよしよし。残り3できるかと。あ、え？嘘。ははちょっと待って、想定してない、その戦い方は。強敵でした。